はい、ということでですね、今回はですね、思考シリーズなんですけども、ちょっと酔ってます。思考シリーズは大体難しいから酔わない状態でやるっていうのが基本だと思ってたんですけども、このスパゲティに関しては僕死ぬほど作ってるので、多分ね1000皿は作りました。これ誇張なしで、料理始めた頃からずっと作ってるカルボナーラです。はい、カルボナーラにはかなりこだわりがあって、生クリーム入れたりとか入れなかったりとか、チーズもパルミジャーノを使ったりとか、パルミジャーノレッジャーノを使ったりとか、ペコリノロマーノを使ったりとか、パルミジャーノレッジャーノとペコリノロマーノを半々にしたやつとか、いろんな分岐あさって本当に全部作りました。そして生まれた究極のカルボナーラ、これはねとんでもないところに着地しました。またしても邪道です。至高にして邪道のカルボナーラ、どうぞご期待ください。リュウジのバズレシピ。はい、じゃあ材料紹介いきたいと思います。ベーコンです。これね、ベーコン市販のもの、本当はグアンチャレっていうものを使うんですけども、グアンチャレご家庭にないし、ご家庭にないものはこのチャンネルあんま使わないので、ベーコンでも全然うまいです。ニンニクです。はい、これも結構分かれるんですけども、ニンニクを入れるカルボナーラと入れないカルボナーラっていうのがあるんですけども、入れた方が段違いでうまいです。入れないとね、チーズのうまみ弁当になると飽きるんですよ。なので僕は飽きないためにニンニクを加えます。はい、これ一辺です。あとで、今回は鷹の爪入れます。種抜いたもんです。じゃあこれ なぜ鷹の爪入れるかっていうと、やっぱり、カルボナーラってやっぱ重たいんですよね。僕のカルボナーラって相当チーズ使うので、重たいので最後までめちゃめちゃ美味しく食べれるために、少しのスパイスを入れたいっていうところで、ちょっと辛みを入れたいんですね。これは、多分本場のカルボナーラを知ってる方は、相当激怒だと思いますね。あと卵なんですけども、 L サイズ卵、これ必ず L サイズにしてください。1個です。これも、卵黄だけ使うカルボナーラとか、全卵1個に卵黄1個とか、全卵1個に卵黄2個とかっていう風に作るものもあるんですけども、今回は非常に、ね、普段使いしやすいカルボナーラ、そしてさっぱりと最後まで美味しく食べれる、このカルボナーラを目指しておりますので、全卵1個です。 S サイズとかだと卵の分量がちっちゃいので、必ず L サイズ使ってください。そして、スパゲティで、これはできれば厚いもの、厚いというか、太いものを使ってください。今回は2ミリのブロンズアイス製の、ブロンズアイスって表面がザラザラしてるんですけど、ブロンズアイス製のスパゲッティを使っていきます。あんまり太すぎてもダメなので、0.7 から、2.0、この厚さのものを使ってください。その間だったら美味しくできます。そして粉チーズ、これ必ずこのクラフトを使ってください。この緑缶です。粉チーズって結構味違ってるんですけど、結構ね、でカルボナーラは今回 30g 使うんですよ。でこれ 80g なんですよ。半分までいかないぐらい使うんですよ、このチーズ。だから味の基本これなんですよ。まあある方はパルミジャンノレジャンノとか、ペコリノロマーノとか使っていただいてもいいんですけども、僕はいろんなチーズを使った結果、こいつが一番うまいってことに気づきました。はい、で最後に用意していただきたいのがこの黒胡椒です。まあなければいいんですけども、あったらこのホールを買ってください。スーパーに絶対売ってるので、これを使うことによって非常に黒胡椒の香りがダイレクトにきますので、今回はこれでやっていきます。はい、それでは作っていきますいたいと思います。まずですね、このカルボナーラ作る上で何が一番重要かと、やっぱりね、それはね、まあ、ねさっきまで、ちょっとね作りかけのハイボールがあったんですけどもこれ、まあ、ウイスキーいっぱい入ってますから、炭酸だけ足してね、どんだけでも動けますねこれね。材料切っていきたいと思います。まずね、ニンニクです。はい、ニンニクはね、こうケツを切り落としてこう潰します。潰したら、今回炒めるのでね、芽はね取っておきましょう。ちょっと刻みながらこうみじんにしていきます。ちょっとね、粗みじんぐらいでいいです。これぐらいの、みじんで大丈夫です。そして今回ね、ちょっとね、脂身ちょっと少ないんですけども、脂分が多い、脂肪分が多いベーコンの方が僕は美味しいと思います。今回もうこれでも美味しくできます全然。で、まあ、スライスしてちょっとね細かめに、切っていきます。なんつうの、千切りっていうの、ちょっとね、千切りにした方がね、麺とね絡みやすいんですよね。そして黒胡椒ですね。できれば、ね、直前に切った方がいいんですけども、今回ちょっと切っちゃいます。包丁で刻んでください、こうやって。できればギリギリにやってください。どんどんね、切った瞬間からこのブラックペッパーの香りっていうのはね、なんかね、削ってからね30分ぐらいしか持たないっていうふうに言われてるんですよね、この香りね。でまあなければ普通の粗挽きでもいいんですけども、できればこれ削ってください。じゃあ卵液を作っていきます。まあ、ボウルに L サイズ卵1個割り入れます。でここにですね、粉チーズですね、細
そこに 30g、 これきっかり測ってください。アホみたいに入れます。なぜかというと今回コンソメとか使わないんですよ。なのでチーズだけの旨味で食わせます。これがいっちゃうまいんです。でそしたら、まあ、こうね、まあ、黄身を潰しながらね、はい、こんな感じです。はい、それではですねやっていきたいと思います。ですねオリーブオイル、エキストラバージン僕使ってます。はい、大さじ1。ここにニンニクですね、もう冷たい状態から入れます。でやっと火にかけます。で最初は強火です。でね、シュワシュワ言わせるんです。最初ね、でちょっとねフツフツいってくるんです。すぐフツフツいきます。そうしましたら、ベーコンも入れます。ベーコン入れたら、もう全体に油をこう回しちゃいます。で今同時進行で鍋にお湯沸かしてます。ただ具は最初に作っといた方がいいです。理由は後で説明します。最初強火だったんですけど、もうこれぐらいになったら中火にしていきます。で、ベーコンが、パチパチ、フツフツいってきます。そしたら鷹の爪ここで入れます。はい、まあ辛いのがちょっと苦手だな、唐辛子の辛さあんま好きじゃないなっていう方は、入れなくても、美味しいものにはなります。わかりますかねこれね、ベーコンの表面がプツプツね、プツプツ気泡が出てきます。これぐらいになったらですね、もう OK です。火は止めちゃって大丈夫です。この状態で止めて、フライパン冷ましておきます。そしたら今沸かしてあるお湯が、これぐらい、今1人前茹でるんですけども、このたっぷりめのお湯用意しておいてください。でここに入れるのはお塩なんですけども、だいたいねこの量でね小さじね1半ぐらい、必ずお塩入れたらね皆さんね混ぜて溶かして味見してください。でお味噌汁ぐらいの塩分にしてください。 1% 僕は、パスタを茹でるときはほぼ 1%。そしたらですね、沸騰してきましたね。でこれに、まあ、僕はもうこんな感じで入れちゃうんですけども、でこうやって入れていただいて、で多分茹で時間が12分ぐらい、早めに揚げます。12だったら11分ぐらい、これはね好みでもあります。はい、そうしましたらフライパン、これはもう火止めてある程度冷めた状態ですね。ここに、茹で汁大さじ1入れて、パスタ入れちゃう。茹で汁も入れていきます。茹で汁入れないと硬いんだよね。これね1分半ぐらい前に揚げました。だからね少し固めです。でここで火つけます。はい、弱火でですね。でここに卵液ですね、余すとこなくね全部落とし込んでくださいね。これねゴムベラ使ってください。火はねごく弱火で、ね、弱火じゃないとね固まるんですよ。こうやって絶えず鍋底からねすくうようにこう絡めていきます。で、ちょっとね硬いなと思ったら、茹で汁少し追加、これちょっと入れますね。ここがね一番めんどくさいんですね。弱火でずーっとやっていくっていうのがポイントなので、この卵液をね全部このスパゲッティにまとわせるって感じですかね。卵に火が通んないとまとわないので、絶えず、このゴムベラで、底をすくいながら、そこにねずーっと卵液があるとそれだけね固まっちゃいやすいんでね。でそうするとね、ソースがこう分かりますか、クリーム状になるんですね。この状態、この状態になったらもう、パスタがこの太い麺にですね、絡まってきてるので、これで OK です。で、オリーブオイル、これね、小さじ2、これは最後の香り付けです。こんな感じでねじりながらね、ソースがうまいので、ソースは余すとこなく入れてください。で最後に黒胡椒、この粗挽きですね。そうしましたらこちらで至高のカルボナーラ完成でございます。はい、それではできましたので、これね熱いうちに食べてくださいね。はい、じゃあいただきたいと思います。いただきます。黒胡椒たっぷり巻き込んでください、ね、いや完璧。まあごめんなさい、これに関しては何度も作ってるんで失敗というものはないんですけども、完璧すぎます。うまい。このチーズと卵液がシャバシャバになってもう全部麺に巻き込まれる、これがねこのカルボナーラの真骨頂というか一番重要なところなんですよ。うん、
濃厚。そしてこの砕いた黒胡椒と唐辛子のほんのりとした辛み、これでですねプルッスルいいじゃんですね。すっごく味としては濃厚です。チーズの比率が非常に多いんですね、卵より。うん、これはうまいぞ。最高のカルボナーラ。このね、卵とチーズの比率、このねソースがねもうね何千回とやってきた中で一番合うっていうのを気づきました。僕、まあ、イタリアンレストランも非常に食べ歩いたんですけども、このカルボナーラは本当どこのカルボナーラより美味しいと思ってます。僕ね、生クリームとかすごい大好きで濃いの好きなんですけども、カルボナーラに関してはこの卵だけの方が一番うまい。うん、会心の出来ですね。まあ、今回ねパスタの方は、アルデンテにしたんですけども、これはね表示通りに茹でてからあの工程やると通常のパスタ屋さんの、パスタぐらいな、柔らかさになるので、これはね好みです。使うパスタにとかにもよって茹で地の量とかが、ちょっと変わってくるので、これね何回か作っていただいて、正直僕のレシピの中で一番難しいと思います。これ何が難しいって、工程が難しいんじゃなくてこの状態に仕上げるのがちょっと難しいんですけども、皆さんこの硬さっていうのを分かっていただきながらやっていただくっていうのが非常にいいかなって。この材料って実はですね家にあるもんなんですよ。家にあるもんで、レストランにあるようなこんなに美味しいカルボナーラができるっていうのをもうね皆さんにほんと伝えたいね。注意事項としては、あとはあのお皿温めといてください。カルボナーラって、賞味期限短いんですよ。できて10分以内に食べてください。冷めると卵固まって美味しくなくなっちゃうので、はい、できたらさっと食べてください。で、まあ、今回はねちょっと熱く語りすぎたんですけども、本当にこれ最高の出来になってますんで、皆さんですねぜひこのやり方で一緒に最高のカルボナーラ僕と一緒に食べてください。はい、じゃあ皆さん今日の僕のハイボール劇場はいかがでしたでしょうか。もうとても皆さんもやりたくなったのではないのかと思っております。なのでですねぜひねみんなでこうなんですかね、僕は楽しむための料理っていうのを非常に信念に思っておりますので、皆さんね楽しみながら料理をしていただきたいと。楽なのもいいし、四股シリーズとかちょっとね大変だったりもするんですけど、まあ皆さんね自分の合った料理方法でぜひぜひ楽しみながら料理をしていただいて、楽しみながら人生を謳歌していきましょう。僕と一緒に人生を謳歌していきましょう。